えーとアースアームの代表をしています南です、えーと、本業は麻布大学の、えー、講師をやっておりまして、ふだ、えー、あは大学の教員として働いていて、週末に軽井沢に来てあの、まあ、いろいろ仲間と一緒に自然の調査をしたり、えー、保護の対策なんかをしています。はい。 そうですね、まああの、一番知っていただきたかったのは、あの枯れ座の身近なところにね、まあ、いろんな自然があって、あの都会の人から見れば、一緒に豊かな自然もあるし、それから、まあ、あのスズメだと思っていたら、実は違う鳥だったりというようなね、いう意味で言うと、あの身近にもかなり豊かな自然が残ってるんだなっていうことはあのお伝えできたらよかっ,たあのっていればあの、成功だったかなと思っています。 あの浅間山の風景やそれから南軽井沢の風景見ても雄大でね、まあ、あの非常にこう自然が残っている感じがすると思うんですよ。だけど、えっと、実際にはうちのメンバーが調べているのだとこの17年間ぐらいでなんか鳥20%ぐらい種類が減ってるとかねいうようなことなんかも分かってきたみたいですから。あの 昔はもっっととと豊かだったということですよねあのそれは草原の減り方を見てもそうですし、えー、そういう意味では、えー、と私たちは今の現状で都会から見たら豊かに見えるんだけど本当の仮、えー、座が持っていた自然から見れば、まあ、かなり危機に瀕している部分もあるなというのが現状だと思います。 それは開発もあればあのマ松がたくさん植えてきたということもあると思いますけどそれが一つありますよね。だからまあちょっと奥に別荘入りすぎてるんじゃないのと思うことはありますよね。 あのもちろん別荘に来ていただいて自然を楽しんでもらうということは非常に重要なことであの楽しみでもありあの自然の理解のためにも、ね、いいことだと思うのでだし私たちのオフィスもこれ別荘ですから <laughs>、まあ、あのそういう意味では、えっと、いいことではあると思うんですけどある程度のやっぱりルールが必要かなというふうには思いますよね。そそれが2つ目とと、まあ、特にこ、えっとまあ、こののメタのところもそうですけどやっぱり宅地下的ないわゆる いわゆる昔の別荘でではなくてほとんど宅地状態ですよね一回更地にしちゃって家を建てるっていうようなやり方は自然に対してはやっぱりインパクトが強いやり方ですよね昔はそうじゃなくてちょちょっと木を切って、まあ、その切った木で家を建てたりしてたわけです、ね、そういうところから考えるとちょっとあの住宅開発の仕方が別荘というよりは宅地化しているのかなっていうのはちょっとどうなのかなと。 からまあ3つ目はこれは野生動物の中の一部の動物種が増えちゃっててそれが今後もっと大きな影響を出るかもしれなくて場合によっては観光も含めて浅の山の森がえ破壊されるあるいは草っぱらがかなりあのそこにあった植物が影響を受けるというようなことはあるかもしれませんね。 なかっったとと言っていいと思い思ますけど鹿はそうですよね、まあ、ここ5年、7年ぐらいですか、あのかなり目撃されるなって、今、かなりいますから、えっと、それがちょっとこれはもう全国的な問題ですけど、もう市場に各地で増えていて、場合によって、お花畑が壊滅するとか、鉱山のお花畑が壊滅するとかいうことがもう各地で出てますから、うん、これはちょっと脅威ですよね。 駆除すれば問題解決するわけじゃないですけどとりあえず駆除しないといけないので、えっとまあ、一定はしないといけないいいとけでしょうねですから今まで鳥獣保護区と言われていてあのあの、まあ、狩猟しちゃいけなかったところも含めてあの銃なり罠なりで鹿を駆除するということが必要になってきてるんだと思います、ね。 thank you